シッキム王国は、インド、シッキム地方に存在した王朝。ナムゲル朝とも呼ばれる。チベット仏教を信奉していた。シッキムにはもともとレプチャ人が居住していた。しかし、1642年に、チベットが、チベット仏教ゲルク派が主導する政権である、ガンデンポタンにより統一されると、ゲルク派に対立していたチベット仏教。 ニンマ派の構想と同派を報ずる、チベット人の一部が、シッキムの地に亡命し、プンツオナムゲルを擁立して、ヨクサムを首都に、シッキム王国を建国した。だが、チベット人の亡命政権だったことから、チベットはシッキムを俗国とし、チベットを俗国としていた新朝も、シッキムを、自らの俗国と見なすという複雑な状況となっていた。王に即位したプンソは、 中央集権の行政機構確立に努め、中央には12人の大臣で構成される、評議会を設置し、地方には12の県を置いて、国内の名家出身者を県知事に任命した。初期の湿気無王国は現インドの湿気無州より、はるかに広大であった。その県には、北は、丹羅山脈を越え、東は、タゴン峠、南は、ティタリア、西は、 ネパールのティマル川岸まで及んだ。1670年、プンツォーは崩御し、テンスンナムゲルが王位を継承した。テンスンは即位後、首都、ヨクサムからラブデンツェに移した。テンスンは、議会と地方長官との間に対立が生じたのを見て、議会の定員を12人から8人に減らし、先住民のレプチャ族からも、議員を出す、妥協策を取った。 1706年、チャドルナムゲルの治世に、ブータン王が、カリンポン一帯を奪い取った。不応天寸のブータン人の日から生まれた王女が、王位継承権を主張したため、ブータンが介入の理由を得たからであった。チャドルは、ブータンの攻勢に耐えきれず、チベットに亡命した。だが、被護者、ダライラマ6世が死亡したため、ブータンに屈服し、ブータン軍は撤退した。 この間、ブータン人が多数入植したカリンポン地方は、湿気無領土に戻ることはなかった。1717 17年、チャドル王は崩御し、息子のギュルメ・ナムゲルが王位を継承した。その知性もまた、ブータン軍が、しばしば侵攻したため、ラブデンツェの城塞化を図った。その際、存続に強制労働を課し、彼らは、同族のリンブ部族の領域に逃げた。 1733年、ギルメオは、着しなく放御したが、ギルメの二層が妊娠しており、死後に生まれた息子のプンツオナムゲル二世が多いを、継承した。1769年、ゴルカ王国の君主プリトビナラヤンシャ派が、ネパール王国を建国すると、東方に向けて進出した。その際、ギルメオの強制徴用に反発していた、リンブ族は、 ネパール軍に協力し、勢いづいたネパール軍は、シンガリラ山脈の西の領土と、タライ地方では、ティスタ川までも占領した。1780年、プンツォ王は崩御し、息子の天神ナムゲルが王位を継承した。その知性もまた、ネパールとの戦いがあり、両軍の小競り合いが継続されていた。天神王は、反撃を仕掛け、一時は、湿キ無軍が、 ネパールの領土に進撃した。だが、これが、ネパール軍の総攻撃を招き、その軍勢は1788年から1789年にかけて、チア峠を越えて、首都、ラブデンツェを吸収した。天神王は、なんとか、王子らと共に首都を脱出することに成功し、カビを経て、チベットへ亡命、ダライラマ八世の庇護を受けた。この侵攻により、 シッキムのティスタカワセイ西岸の領土はネパールに征服されてしまった。1793年、天神王は亡命先のラサで崩御した。息子のツグプ・ナムゲルが王位を継承し、シッキムへと帰国した。ツグプ王はシッキムに帰還すると、首都ラブデンツェからトゥムロンに遷都した。イギリス領インド帝国時代になると、ネパールがイギリスとシッキムにとって、 共通の敵とみなされた。イギリス東インド会社がネパールに侵攻したグルカ戦争で菅売条約が結ばれ、ネパールはメチカワとティスタ側の間の地域を放棄した。その後、翌1815年にシッキムはイギリスとティタリア条約を締結し、ダージリンなどを含むティスタ川西岸全域がシッキムに譲渡されたが、同時にシキムはイギリスの保護国となった。 その一方で、イギリスは、チベットとの交易も模索し始め、シルクロードのある出勤は、その中継点として、理想的と言えた。それは南下しつつある、ロシア帝国がチベットとの関係を深めようとすることを、牽制する意味があった。1840年に、隣国の清が、アヘン戦争になると、干渉地帯の西に位置するラダックに当時あった、ク王国とチベットの間で、 清志、祝戦争が行われた。しかしその直後、イギリスとの間で、第一次祝戦争及び、第二次祝戦争が行われ、祝王国は滅亡し、ジャンム・カシュミール・ハ王国が誕生した。イギリスは出勤務に譲渡した、ダージリンの割譲を申し入れ、年額3000ルピーの保証金を払うことで合意し、百四十一年に、その第一回の支払いが行われた。 だが、創主たるチベットは、イギリスの帝国主義を警戒しており、ダージリンの活動は、チベットを激怒させる結果となった。チベットは、イギリスと隣接する領域が、西部だけでなく、東部にもできることに脅威を感じていた。そのため、ツグプ王も次第に、繁栄的になった。1849年、ツグプは、首都トゥムロンに訪れたダージリン長官キャンベル博士、 フッカー博士のイギリス人2名を逮捕、監禁した。イギリスは直ちに出兵し、ツグプは降伏を容儀なくされたが、その報復を受けた。王国は、ダージリン割動の保証金を打ち切られたばかりか、タライ地方のダイランジット川とランマン川以南の湿気無料を没収され、現在の湿気無臭の領域になった。1860年、ダージリン居住民が湿気無人に、 拉致されると、イギリスはこの機会に、本格的に出兵した。翌1861年に、ツぐク王は退位させられ、息子のシケオンナムゲルが王位を継承した。同年にシケオン王は、イギリスとティタリア条約の締結を余儀なくさせられ、その国権をイギリスに移譲した。そのため、父の代に結ばれた、ティタリア条約で保護国となっていた出キムは、 さらにその従属性を強めた。また、同年には、新朝との間で執勤ムをイギリスの保護国とすることが定められた。1866年、フランスによる運満省経由通商路の調査がきっかけとなって、運満問題で知られるイギリス、フランス、中国間の紛争が始まると、イギリスの主な関心は、 より豊かな雲南方面へと移っていき、シッキムに求められる役割は、インド総督府の秘書地となった。トゥトブ・ナムゲル1874年4月、シケオン王は崩御し、弟のトゥトブ・ナムゲルが王位を継承した。トゥトブ王の代になると、イギリスとの関係悪化が再燃した。父の代に結ばれた1861年のティタリア、条約の締結により、 シッキム王国は国権を奪われていたが、宗主国チベットは、イギリスの帝国主義を嫌っていた。チベットはこの条約を無視し、1887年に、ジェレプラ峠を越えて、シッキム領内で要塞を建設し、兵を送り込んだ。イギリスは、トゥトブ王に、チベットの要塞建設について、抗議を行ったが、トゥトブ王は、チベット、新朝の力を背景に、 これを拒否した。イギリスは、要塞のチベット軍を撃退した後、準備強国を占拠した。これが1888年の湿キム遠征であり、チベット遠征の前哨戦となった。新朝は事態を重く見て、イギリスとの会談を重ねた結果、1890年に、両国の間にチベットを呼び、湿キムに関するイギリス、新国協定が締結された。 この協定で、チベットとシッキムの国境が定められ、イギリスは、シッキムの内政、外政を握り、その保護国であることも確認された。イギリスは、行政官、クロード・ホワイトを、シッキム担当として派遣し、元徳に駐在して、行政を担当した。彼は、シッキムの経済基盤たる農業を開発させるため、ネパールから大量の移民を移住させて、農地を開拓させた。 その結果、ネパール人が急増、シッキムの人口の大多数を占めるようになり、ひいてはこれが王国滅亡の要因の一つとなった。一方、トゥトブ王はカリンポンに移され王権を剥奪されていた。彼はチベットへ亡命を図ったが、イギリスに逮捕、監禁された。その際、首都はトゥムロンから行政官が駐在する元徳に移された。 チベットは、イギリス、新国協定の当事者でありながら無視されたため、北シッキムのギャオガンに軍事基地を建設した。イギリスは、チベットとの対決を決意し、1902年に出兵して撃退すると、翌年には、チベット遠征が行われ、ラサを占領した。その後、ネパールの首相ジャンドラシャムシェルジャンガバハドゥルラナの仲介で、 シッキム経由の交易中心地が2箇所開かれ、イギリスのチベットとの交易の目的は果たされた。タシ・ナムゲル1914年2月11日、トゥトル王は、イギリスの監視下の元監督で放御、息子のシケオン・トゥルク・ナムゲルが王位を継承した。シケオン・トゥルク王は、オックスフォード大学に留学していたこともあり、封建的制度の廃止を決意していたが、同年に放御し、 弟のタシナムゲルが王位を継承した。タシ王は様々な分野でシッキムの近代化を推進した。まず、1916年にはそれまで、カジスが主中にしていた司法権を剥奪、独立した裁判所を設立した。また、強制労働の監修を廃止し、土地改革、税制改革を刊行した。これらの改革はシッキムに目覚ましい経済的。 社会的発展をもたらすことになる。1947年、インド連邦が独立すると、湿キムにおける、イギリスの地位はインドが継承することとなった。1950年には湿キムは、インド湿キム条約を結び、外交と防衛、通信をインドに委ねる、保護国になった。また、同条約に基づき、湿キム王国は民主化を進めることが規定され、三院と、 強制参事会の設立が決定した。しかし、王国を支持する、ブティア・レプチャ・チベット系の人口が25%に、対し、労働力として流入していた、ネパール系が75%を占める、人口比率では、民主化が実現した場合は、ネパール系が、主導権を掌握することが王国内で危惧された。ことから、執気ム王国政府は、 三人議席のコミューナル別割当てを実施した。すなわち、全17議席のうち6議席を、ブティア・レプチャ経営に、6議席を、ネパール経営に分配して、これを、選挙議席とし、残る5議席を国王による信任と定めた。ネパール系住民を主体とする政党は、不平等な選挙制度に不満を抱いたが、多少は親インド姿勢をとっていたため、インドも、 彼の知性においては、コミュナル選挙制度を支持していた。パルデントンドゥプナムゲル1963年、タシナムゲル王が崩御し、息子のパルデントンドゥプナムゲルが王位を継承すると、情勢は変化した。パルデントンドゥプは、インドの保護下に置かれる、湿キムの現状に不満を抱き、タシ王の親インド路線を転換して、 独立追求路線に転じ、公的な場で、インドシッキム条約改正やシッキムの自国軍事力増強を強く主張し、インド政府にもその要求を伝えた。パルデントインドゥプ王は王室を支持する、ブティアレプチャ系のシッキム国民党を支援し、反インド、シッキム独立の政治路線へと転換したため、インドは親インド派で、ネパール系政党のシッキム国民会議派などを、 支持するようになった。参事院選挙制度は何度か改正されたが、コミューナル選挙制度の原則は変わらなかった。そしてついには、反院運動の盛り上がりや、他党の足並みの乱れをつく形で、1973年参事院選挙で、SNP が、選挙議席18議席中11議席を占める勝利を収める。しかし、この勝利はもちろん、 コミュナル選挙制度の恩恵によるものであり、SNC などのネパール系政党が不正選挙と球断したことで、デモや武装放棄が全国規模で発生した。混乱を収集する力のなかったパルデン・トンデプオは、インドの保護を求めて事態を乗り切ったものの、この結果、シッキムは SNC などの政党と共に、従前以上のインド属国化を強化する、 インドシッキム三者協定に署名させられたのである。三者協定に基づき、三次委員に代わってシッキム立法議会が創設され、1974年に選挙が実施されることになった。すでに三者協定成立直後には、SNC など親印のネパール系政党が合併してシッキム会議派を結成している。インド型の単純小選挙区制が新たな制度として、 導入されたこともあり、人口構成で優位な SC が29議席を占める圧勝を収め、SNP はわずか1議席へと転落した。新たに首相に就任した SC 総裁のカジレンドゥプドルジは、インドの意を受けて、国王の権限を大幅に制限する新憲法を制定した。これが1974年漆器無党地方である。 1975年4月9日、パルデントンドゥプ王の退位を求めるデモ隊に、王宮軍が発砲した混乱を収束させるために、インド軍が侵攻、王宮軍は武装解除され、パルデントンドゥプ王は遊兵された。翌日に、立法議会は、王政廃止とインドへの編入を全会一致で、議決、14日に行われた、国民投票でもインド併合が承認された。 15日には、湿キムをインドの第22番目の州とする憲法改正案がインドの国会に提出され、26日に両院を通過した。同年5月16日、大統領が憲法改正案を認証し、ここに湿キム王国は滅亡を、湿ム州としてインドに編入された。1975年時の湿キム王国の基礎情報を、 AB コッツラン、P32、ABCDEFG オタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P379 超えろ。日本語版35の36ページ、ABCDEFGH 漆器虫、オタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P380、ABCDEFGHIJKLMN、 おたに、世界歴史体系南アジア詩に、中世、近世、P380。おたに、世界歴史体系南アジア詩に、中世、近世、ピアニッシモ、380から381、ABCDEFGHIJKLMNOPQ おたに、世界歴史体系南アジア詩に、中世、近世、P382ABC おたに。 世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P383 超えろ、日本語版58の59ページ、75ページ、落合、173から178ページ、187ページ。落合、268から270ページ、執気無王政廃止、完全併合、世界修法百七十五年四月十九日五月六日。 合併号、12ページ落合、351ページによる。世界周報同情は、9日としている。最新世界敏乱ンン1975年発行版、講談社役者、野間正一より、ありがとうございます。